専門学校 IT カレッジ沖縄、ゲームクリエイター科が目指すもの。キーワードはエンターテインメント。 Unity などを使い、作った作品プロダクトに触れていただいたとき、楽しい、面白いというような、心に残る、刻まれるようなクリエイターの育成を目指しております。今回コラボレーションに参加させていただいた理由が、1年生の方が9ヶ月間 Unity を学んできて、これからアーティスト方面に向かうのか、エンジニア方面に向かうのかというところを2年生に向けて選択するという場面で、今回スタイリーを使ったビジュアルプログラミングを使って VR、XR を作っていくということで、アーティスト希望の学生でもインタラクティブなコンテンツを作れるというのが参加する理由にはなっております。今回作品を作ってみて楽しかったことは、モデルを作ってユニティで配置していくことがとても楽しかったです。これから自分はモデラー志望なので、ハイクオリティな 3DCG のモデルを作成して、それが映えるような作品を作っていけたらいいなと思っています。多くの方にユニティというゲームエンジンを使って、様々な分野に活用してもらおうという中で、我々としても今までその 3D の CG とかをやっていなかった方にも XR の可能性っていうのに触れてもらいたいというところで、Unity というのは非常に強力なツールだと思います。 Unity の認定試験に合格しました。それでゲーム開発に必要な知識を学びました。受けた感想は、日本語のニュアンスが難しかったです。細かい動作などの回答などを求められるため、とても難易度の高い試験だったと思いました。合格できて嬉しいです。今回 Unity と、スタイリーのコラボレーションで授業で、学生が得たものというのは、スタイリーというものを使って VR、MR、XR といういろんな可能性が秘めたものを、さまざまな学生がいろんな自分の作りたいものを想像して、それを形にできるっていうのがとても良かったかなと思います。ユニティの認定試験に合格しました。ユニティの認定試験でゲーム制作に必要な基礎的な知識やスキルなどを学ぶことができました。将来はユニティを使った楽しいゲームを作れるようなゲームクリエイターになりたいです。